長島町は、三重県の北勢地域、基礎山線川口部の農美平野の南西部に、かつて存在していた町。2004年12月6日に、桑名市、田戸町と合併し、新しい桑名市となり廃止した。三重県南部に、北室郡木長島町が存在していたため、伊勢長島と称されることもある。基礎山線川口部に位置し、町全域が平坦停止。 かつては堤防に囲まれた複数の和獣によって構成されていた。地名の長島は七つの巣からなる七島、あるいは南北に長い土地であることから付けられたとされる。明治時代に行われた基礎山線分流工事に伴って和獣を分けていた消火線の多くが廃川となるとともに一部の土地は長良川の新化道となり現在のような地形となった。 1995年前国水の里百選、選定地。還元3年、藤原道家がこの地に流された記録が残る。戦国時代には一向胸の東海地方の拠点となったが、織田信長により滅ぼされた。江戸時代には、長島藩が明治維新を迎えて一時期、長島県が置かれたが、その後、阿の津県を経て、三重県となっている。 1959年には伊勢湾台風によって街を囲む堤防が15カ所で破堤。町域のほとんどが水没し380名余りの犠牲者を出した。地理的に人の行き来の障害となる基礎三線に挟まれたことで西日本と東日本の文化の境界にあたる例がある。例えば、伊比川伊勢の三重県で話される方言のアクセントは基本的に 京阪式アクセントだが、伊比川対岸の長島弁は、終わり弁に近い。桑名市街から伊比川に架かる橋を、長島側に渡ると、アクセントが大きく変化する。また、食文化の例では、秘密の県民省が町民に自宅からカレーを持ち寄ってもらっていった調査では、カレーライスに使う肉として、関西の牛肉主体の文化と関東の豚肉主体の文化が拮抗したため、 県民ボーダーラインカレーのお肉牛豚の町と認定された。ありがとうございます。